さあシリーズ第2部ですね今日は大変なんだぞお前いや本当に当たってないしさ当たってないしその言い訳も含めながらそうですよね言わなきゃいけないし大変なんだからで1年間を振り絞ってこう蘇らせないといけないの で、ね、で前回は、はい、セパ両リーグの1位2位チーム、まあはい阪神広島オリックスロッテの今シーズンを総括して振り返りましたが、はい、今日は3位4位チーム、はい、なのでセリーグは DeNA 巨人パリーグはソフトバンク楽天のこの1年総括していきたいと思います、はい、まずはセリーグの3位、はい、DeNA です、はい、まあ、豊さんバウアーの加入がどうなるかなんてシーズン、まあ、バウアーが入るから、はい、要因予想だったんだけど、まあ、1つ順位を上げたというね、はい、タガーヌ投球も見せてくれたけども、はい、気になってたのが走力、はい、まあ、盗塁を含めた、うん、それと守備力、はい、これがやっぱりね不安だったんだよ、うん、じゃなかったら優勝予想はしてるんだけど、あとはまあ再三出てくるオースティン何やってんだみたいな毎年、ね、まあ、まあそんな感じはあるんだけどもね、はい、まあ、ただそれが解消できてない、解消しようとする努力は見えるんだけど、はい、解消されない。バウアーがこれは優勝するチームの守備じゃないって言われたよね、うん、その通りなんだよ、うんうん、だからそういう水漏れをなくしていかないとなかなか上に優勝まではたどり着けないかなっていう、うん、まあ、感じはしたな。あ、守備もそうですし走力という意味でも例えば足を絡めて仕掛けてっていうのもまだまだ足りなかった。だからその単に走るだけじゃなくてエンドランもいろんな場面で仕掛けるんだけどもさ、うん、なかなかうまくいかないというかね、そういう苦しさはあるな、うん、あと打順一番に適任な人間っていうのがいれば、うん、はい、佐野が一番っていう発想もなかったんだと思うけども、うん、やっぱ一番打てる打者で、うん、ヒットをね、はい、で相手が怖がるバッターって誰かっていうとさ、うん、それは牧を宮崎を一番にするわけにはいかない、はい、そしたらやっぱ佐野っていうことになる。これはねもうね苦肉の策だったと思うんだよ、うん、先頭打者からプレッシャーをかけていくっていう、はい、だけど本来であればやっぱ一番で安定的にね出塁率が良くて、うん、まあ言えば近本みたいな選手がいれば、はい、もう間違いなく近本みたいな選手を一番にしてるよ。だけどいないから、桑原選手がまあ怪我だったりとか、まあ桑原が安定的ではなかったし、で関根っていうのがね、はい、まあ、最初下位からスタートした、これはやっぱ実績を考えると、うん、最初から一番っていうのは怖かったと思うしね、うん、まあ、佐野っていうのを一番にしたんだけども、もうとにかく失敗ではないんだよ、失敗ではないんだけど佐野を上に上げることによって下が薄くなるというか、ああそうかそうか、うん、だからそういう意味では苦しかっただろうなっていう、うん、まあ選手がね誰か出てくればいいなというふうには思ってたけども、はい、やっぱ守りにしてもショートが決まらないとか、うん、そういうこともあるし外野も落球がねなんかあったしね、だからそういう面では守備という面でやっぱちょっとなっていうのはあるよね。あと佐野選手に代打を送ったシーンがすごく印象的で、うん、まあでもそれは監督がもう佐野よりはこっちの方が打てるっていうふうに判断してるわけだから、それはもうしょうがない、うん、そういうふうに思わせる佐野が悪いよ、うん、佐野も多分そうだと思う、うん、やっぱ自分に代打を出される自分の不甲斐なさ、うん、そういったものを自分で反省してると思うんだよね、はい、これはもう監督の責任でもないし、監督が判断したら監督が預かってるわけだからそれは仕方ない、うん、うん、まあそういうこともやらなきゃいけないぐらいにチームの状態っていうのはだん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 悪化していったっていうね。そうですよね、うん、最初は良かったけどな、交流戦も優勝したんですけどね。そうなんだよね、ホームラン数も減ってるしな、あれができた、あれができた、風向きが変わったって言われてな、そう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 、でもやっぱ狭いと言われる球場で、はい、ある程度ホームランが打てるバッターを並べててホームランが出ないと、うん、やっぱ得点力っていうのは、うん、まあ、ちょっと落ちてくるだろうしな、ね、まあ、そういうで走力がね、うん、少し欠けてるっていうことを考えるとさ、1点を取るっていう作業が難しくなってくるよな。やっぱりそうです、ちょっと戦い方を変えていかないとっていうことですよね、うん、でピッチャーに至ってはさ、うん、はい、やっぱ今永もう WBC から1ヶ月投げなかったんだよね、調整で1ヶ月でした、うん、だけど勝ち越せなかったということ、はい、
浜口が投げるけどなんかこう勝てないというね、うん、で中継ぎも予定してた人間がこう離脱していったりだとか調子が上がらないとかね、うん、だからその中でよくサインを取ったと思うよ俺は。まあ、山崎康明投手もねやっぱりああいう形になっちゃったので難しい状況の中でも三浦監督コーチ陣はサインを振ってたってことなんです、ね、うん、そうだな、うん、だから、まあ、その中で森原をね抑えに持ってって、はい、まあ、外国人を8回に持ってったりだとか、うん、まあ、いろいろ苦労はしてたよ。そうですね、うん、本当に安定してて見れたのはバウアーと東だからこの2名だけ、うん、だからこの2人は本当によくやったと思うよね。まあ、今永も負け越したとはいえいい投球はしてるんだよね、はい、だから援護点に恵まれないとかさ、うん、まあ、そういうこともあったし、でも東はその中でも頑張り通して勝ってたからね、はい、だからエース今永は言い訳はしないと思うけどさ、うん、もうちょっと勝ってほしかったなっていうのは思う、ね、そうですね、はい、では投打のポイントとなった選手を1名ずつお願いします。やっぱり安上だな、ダビッチャーは、うん、あー、やっぱり年俸も含めて実績も含めてあそこでデンとしといてくれないとさ、はい、そしたら森原が中で投げられたりだとか、うん、安上がしっかりしてたらもっと違った形だったかなっていうふうには思うよね。そうですね、うん、野手は佐野かな、うん、彼の打率じゃないよね、はい、やっぱ彼はやっぱこう宮崎とともに首位打者争いをするぐらいのものは持ってるしね、はい、いやこれね佐野の言い訳をすると、うん、やっぱレフトやったりファーストやったりだとかさ、はい、難しいよポジションが変わるの。本来外野手の選手がファーストやらすとさプレッシャーだもん。あ、そうなんだ。プレッシャーだしストレスになるしね、うん、でその中でやっぱり自分が一番を打たなきゃいけなかった、うん、で一番も彼の打順じゃないよ。そうですよね。だから全部がストレスをかかりながらキャプテンという重責を負いながらね彼の代弁をしてあげるけども、うん、やっぱ大変だったと思うわ。これは今までに感じたことないストレスを感じるシーズンだったのかもしれないですね。まあそうだな、うん、だからまあ外の不調だとか、はい、まあ、そういうこともあったし、うん、彼にはかわいそうなシーズンだったけども、うん、まあ、名前を挙げて、はい、俺が逆に言い訳をしてあげるという、ね、あ、まあ、そうか、はい、自分から言わないからね、それはね、彼はね、そうですよね、だけどそういう大変さがあったということだよね。だから我々がこう見てるだけじゃわからないところのそういうストレスがあったんですね。ものすごいストレスがあったと思う。あ、なんかその中で代打を出されて、うん、いやもういやだからかわいそうなんだよ。そうですよね、打てないとファンに SNS で言われちゃうし、うんうん、大変なシーズンです、ね、まあ、大変だったと思うな。そうか、はい、まあ、大変だったといえば、ね、巨人 A クラスに入れず4位で終わりましたけれども、はい、原監督の、まあ、言ってしまえば最後のシーズンになってしまったんですけれども、はい、まあ、どうでしたか。まあ、外国人で投手陣は穴を埋めようとしてたよね、はい、まあ、例えばそのロペスもそうだよ。そうですね、はい、8回予定してたと、はい、で大勢が故障したって、うん、投げれないって、中川復帰は遅れるって、後ろが全くない緊急トレード、はい、そうはうまくいかないし、そうですね、で開幕から菅野がいない、はい、どうすんのっていう。最初から歯車が噛み合わなかったっていうことは確かだよね、うん、最後の方は戸郷がね、はい、もう本当に頑張って150球に迫るぐらいの、ありましたね、ね、球数で応戦したりだとかさ、まあ、赤星が出てきて、まあ、勝ち星をポンポンと拾ったりだとか、うん、横川とかもねいいんだけども、うん、なんとなく物足りないとかさ、まあ、そういうこともあったしね、うん、で井上っていうのも全くだったし、うん、だからそういう面では計算が本当に狂ってるよね。確かにピッチャーじゃ今年も整備がなかなかできなかった。できなかったな、ね、ただその山崎より投手が、まあ、2桁そうだなっていうところは、まあ、中でも良かったことなのかなとか、まあ、これは東と投げ合いでな、はい、1対0で勝ったんだけど、うん、来季につながるよな。あとはその中継ぎで若手がちょっと出てき始めたっていうのもいい、なんかいい兆しというか。中継ぎで誰が出てきた。菊池投手とか。あ、まあ、でも安定はなかなかしなかったかもしれないですけど、まあ、そうだな、うん、菊池もね一時期いい時あったんで。そうですよね。で2イニングで5三振取ったりとかね、はい、まあ、そういうことあって先発にワンチャン来るかなと思ったらずっと中継ぎで、はい、まあ、使って
ったりとか、まあ、それは使い方はもう別にいいんだけども、はい、まあ、可能性を秘めてる選手っていうのはたくさんいるけども、うん、力が安定的に出せないというね、まあ、ちょっと苦しさがあるよな。シーズンもありましたね、うん、野手陣は、まあ、野手陣はねそこそこ頑張ったと思うんだよね、はい、まあ、例えば岡本が初めて40発打ったりだとか、はい、まあ、坂本がねサードにコンバートされてみたいな、うん、まあ、20発打つとか、うん、門脇がね彗星のごとく出てくるとか、はい、坂本が認めたっていうようなね、うん、守備力を誇る、まあ、秋広がね、はい、中田と共に自主トレをやって、うん、なんかちょうど開花してきたとか、はい、まあ、いろいろいい要素はあるんだけどもさ、やっぱつなげに欠けるというかね、うん、まあ、そういうところはあったな。どうしてもその一発だったりっていうことになってしまう、うん、まあ、そうだね、まあ、ウォーカーも前年20発打ってるけども、うん、まあ、ちょっとデルマークがなくなったりだとか、まあ、ブリンソンが暴走したりだとか、はい、まあ、いろんな事件を起こしてくれるような選手がたくさんいたよね。そうでしたね。そうそうそう、うん、バランスというか歯車が合わなかったというかね、うん、まあ、そんな感じがするな。そうですね、うん、じゃあ中でも投打1面ずつ挙げるとすると、ゆかさんはやっぱ大勢の故障っていうのは痛かったと思うな、まあ、菅野も痛かったんだけどもさ、やっぱ大勢がやっぱいることによって余裕が生まれるんだよね、8回7回とかに。でもいないばっかりに、いやどうするどうするで、これはやっぱりこう今の現代野球ってさ、やっぱ7、8、9をどうするかっていうことがやっぱ一番チームが持ってる課題であってね、その中で絶対的に抑えてくれる大勢が故障しちゃったっていうのがさ、やっぱ一番の誤算かなと思うよね。ですよね。でしかも長期離脱で帰ってきてもあんまりピリッとしなかったっていうのも、ったな、まあ、ちょっと来シーズンも大丈夫なのかなっていうのもありますね。まあ、そうだな。野手はどうですか。まあ、野手はね、丸かな。出なかったですからね、そんなに、まあ、丸がずっと我慢して出てればまた違うだろうけども、うん、やっぱ成長してくる若手もいるし、はい、でそことの兼ね合いで、うん、悪かったら丸をご利用しで使うかとか、うん、まあ、いろいろあったと思うけども、丸が丸の成績ではなかったよね。この辺はやっぱりちょっと誤算だったかなっていうふうには思うね。まあ、来シーズンに向けて巨人はねピッチャー整備っていうところをね、もうしましたし、いやしてるしな、うん、まあ、これは本当にハマっていくのかどうかっていうのは、うん、まあ、シーズンが始まらないとわからないし ね、うん、そうですね。ただ野手はある程度ね、うん、あの来季に向けて、はい、まあ、ある程度の構想は、うん、おそらく固まってると思うんだよね、はい、あとピッチャーだな。そうですね、うん、そこですね、はい、さあパリーグの3、4位チームです。まずは3位ソフトバンクです、はい、まあ、あれだけ補強したのだからっていうのはファンも関係者も思ってたと思います。まあそうだな、はい、であれだけの補強費を使ったんだから優勝して当たり前だろっていうことは考えるけどね、はい、長年こう強いチームでいて優勝を義務付けられたチームがどれだけ選手を疲弊させてるかという、だ金属疲労も起こしている選手もたくさんいるし、はい、まあ、柳田とかもね、うん、守備につく機会もちょっと減ってきてるしね、はい、で今宮も、まあ、安定的にずっと出れないとかね、うん、でセカンドが未だに決まらないとか、はい、まあ、いろんなことがあるよな。あのそうですね、新旧の入れ替わりがなかなかスムーズにな、うん、いかなそうなのかな、うん、で栗原も膝の故障があって離脱して今年復活をかけて最初は良かったけどもやっぱり途中で持たなくなったとかね、はい、まあ、いろいろあるよな。まあ、ただ近藤選手加入で近藤選手がやっぱり4番を打ったっていうことぐらいやっぱチーム事情的になんかこう苦しいよな。まあ、本来であれば2番とか3番とか、はい、まあ、そういう打つのが理想ではあるよね、打順的にはね、うん、だけど4番を打たなきゃいけない、まあ、その4番をしっかりね、はい、近藤が穴埋めたけど、うん、ちょっと打順の組み方はちょっと違うんじゃないのっていうことはあるよね。そうですよね、うん、まあ、ピッチャーはモイネロがいなくなるとか、うん、まあ、藤井も先発に戻ってもダメだったとかさ、まあ、そうですね、千賀投手が抜けてその穴が埋まらなかったですし、ね、まあそうだな。だからそういう意味ではなんかこう全体的にこうずっとシーズンストレスを感じながら外国人が働かない、うん、はい、ね、ダメだからデスパイネ持ってきた。デスパイネそうなんですよ。で1割ぐらいの選手を5番に据えて近藤の後ろを持っていったとか、いやそれ持っていったって打つわけないよなみたいな、途中からちょっと迷走に入ってしまったのかなって、まあ、そうだな、うん、だから苦しかったと思うよ、うん、
だからもう本当にソフトバンクは一回こう立て直した方が、名前はある選手は多いんだよ、はい、やっぱ優勝をね、うん、何回も勝ち取ってるチームだから、はい、その当時と力っていうのは多少落ちてきてるしね、はい、将来を見据えてやっぱこうやっていかないとな、ちょっと苦しいなっていう感じはしたな、今年見てると。そうですね、まあ、2軍3軍とか育成に本当に定評があるって言われてきたソフトバンクが、なかなか下からこう推薦のことが現れる選手がいなくなってきてるな、なんかそれがすごく浮き彫りにもなった今シーズンだったのかなって感じでしたね。その中で、まあ、トータの1名ずつ上げるとすると、やっぱ栗原だな。ただ栗原もサードの選手じゃないな、うん、守備を見てるとですよ、ね、やっぱ膝も故障してるしさ、うん、まあ、そう考えるとやっぱり無理難題を押し付けてるかなっていうような感じがするよね、選手に対して。バッティングは素晴らしいものを持ってて、うん、ただ4番じゃないなっていうふうに思うし、うん、でもそこで負荷をかけて4番を打たすと、またサードをやらすと故障しちゃうよなっていうようなことは思うしね、うん、もう少し守備の負担が楽なところで、はい、まあ、バッティングを生かすのか、うん、まあ、そういうふうに考えないといけないのかなっていうような感じするよね。ああ、そうだったんですね。ピッチャーはピッチャーモイネロどこ行っちゃったのみたいな。もうモイネロ、もう来年は先発しかしないみたいなこと言ってるし、はい、やっぱり8回9回って完璧だったんだよね。そうですよね。これがやっぱりこうそこら辺がバタつき出すと、はい、やっぱ勝ちゲームを落とすケースも多かったし、はい、でオスナにつなぐのにやっとつなぐというような、うん、はい、もうやっとつないだ次の日はもっと大変になるとかさ、うん、まあ、そういうことになるんで、まあ、モイネロとオスナで6三振でゲームが終わるっていう時もあったからね。一人も前に飛ばないじゃないかっていうぐらい、まあ、圧巻な時あったんだよ春先。いやだけどそのモイネロがいなくなったっていうのはすごく大きな痛手だったな。ダメージ大きいですよね、まあ、でも選手がねそうしたいっていうんであれば、まあ、まあそれはしょうがないけども、まあ来季はね来季で考えると思うけども、今シーズン見るとさっきも言ったように7、8、9をで勝負だから、そうなってくるとやっぱそこら辺がね不安定だと勝ちきれないし、ストレスがたまるゲームが増えてくるよな。それが疲弊になってくるからさ、そうですよ、投手陣のね悪循環だったなっていうような気がするな。さあ4位の楽天です。どうなんだろうね、なんか一つの厚さがないというかさ、やっぱり行くぞみたいな、そういうものがちょっと感じ取れることが少なかったかなっていう感じがするよな。だから一貫性がなかったと思うんだよ。それは去年もやっぱりちょっと引き続きっていうところになっちゃったんですかね。だ昨年は西川を一番で、ね、移籍したっていう、はい、まあ、そういうのをやめて、で今シーズンは辰巳で行こうみたいな、行ったらちょっと率が落ちてきたらすぐ下げるとか、固定をしてある程度我慢をして育てないと育つものも育たない、はい、まあ、例えば下位に楽なところに置いて打っても一番に戻すと打てなくなるとか、はい、やっぱそのポジションの慣れっていうのが必要だと思うんだけど、ちょっと難しかったな。本来は夏から上がっていくっていうチームだったんですけど、いや春先だよ、春先上がっていって、夏場がバテる、そう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 、今年逆、真逆になってしまったんですよね、うん、まあ、春先島内が全くダメだったんだよね、はい、その代わり大郷が出てきたりだとかさ、あ、まあ、いろいろ若手もね非常に成長したとは思うけども、やっぱ本来である勝負強い打点をも取ったことのある島内がやっぱ状態が本当に悪かったもんな。そこでやっぱ得点力っていうのがガクッと下がったからさ、ちょっと苦しかったろうなっていうふうには思うけどね。だからあと浅村選手も最初ってそんな率があんま成績上がってこなかった、まあ、そうだな、だからそのチームの雰囲気にみんなが飲み込まれたというかさ、うん、まあ、そんな感じだったな、うん、あとピッチャーはどうでしたか。マー君が勝ち越せないっていうのはやっぱり何かあるのかなっていうのもあるし、はい、オフ逃げました、ああいう事件があるとそれは外からわからないよね、うん、なぜそうなのかなっていうのが、なんかやっと答え合わせができたような、あ、そんなことやってたら勝てるわけないよねっていう、うん、まあ、そこがもう一発回答なんじゃないの。そうですね、投手陣の中でそういうことが行われたにしても、うん、まあ、野手も見てるわけだからさ、うん、だから一位が万事そういうふうなことで、うん、それは勝てるチームの雰囲気ではないよねっていう
ことはもう分かったよね。そうでしたね、そこで、うん、まあ、そんな中なんですけど、投打1名で下げるとすると、投手の1名は決まってるよね。名前も言う必要ないと思うし、名前出したくないよね。野手は島内かな。やっぱり4番を任されるぐらいの実力がありながら、まあ後半ね、あの競り合いの時には調子を戻してきたけども、トータル的にやってほしい選手で、またできる選手だからね。島内のその前半、まあ夏場までかかったかな、不調っていうのは痛かったな。でしたね。うん、だから浅村が孤立しちゃったからさ、はい、だから浅村も数字が上がらないっていうのはさ、やっぱ前後誰が打つかによってまた変わってくることもあるから、選手ってそこが連動してきちゃうんですね。そうそう、いや島内が当たってるから浅村との勝負、行ったら打たれちゃったよっていうことがなかったもんね、なかなか、はい、いやいや浅村もう勝負しないで次行こうみたいな。そうですね、まあ、ここは勝負、えここは勝負してくれるのって自信暗鬼で打席に立つと、はい、やっぱなかなか結果って生まれないよね。そうでしたね。さあ今日はセパ両リーグの3位と4位のチームの総括をしてまいりましたが、はい、次回第3部最終回です、はい、このシリーズの5位、はい、6位のチームをお届けしてまいります。はい。